こちらの中村酒造総さんで、はい、作ってらっしゃるお酒の銘柄ってのはどういう銘柄になるわけなんでしょうか。はい、代表銘柄2つあって、創業当時からある玉露という銘柄と、ひらがなの中村という銘柄2つございます。それぞれ違いってのはどういうところになるんですか。そうですね、麹作りで作る米っていうのがあるんですけど、その米を例えば玉露で使っているんだったらレギュラーのスタンダードな米を使っていて、で中村に使っているお米はカルゲン農法の日の光という地元でできた、最高品質の、お米を使わせて米麹っていうのを仕込むんですね。でさつまいもはどちらも一応黄金千貫っていうものになっております。味の特徴っていうのはどういうところにあるんでしょうね。そうですね、この玉露っていうものに関しては今言ってちょっと地元向けということで結構力強くてパンチがあって、いわゆるこうお酒好きな方に飲んでいただけるような、ちょっとコクというか濃厚な味わいが特徴 でそれに対して中村っていうのは割とこう柔らかくて、優しくて、今まで芋焼酎をこう飲み慣れたことがない方でもスッと飲んでいただけるんじゃないかなというふうに思ってます。うちがですね、手作り焼酎っていうのをやらせていただいていて、今ですねもうほとんど多くのお蔵さんが結構機械を導入して大量生産できるような形で焼酎作りするのに対して、うちがほとんどその機械を使わずに本当に手作りで、人の手でやっていくっていうのが特徴ですね。何もって手作りっていうわけなんですか。そうですね、ラベルにこう手作りって、はい、手作り焼酎、本格手作り焼酎ってここにも書いてあるんですけど、はい、これですね、要は自分たちが例えば一生懸命作ってるから手作りって歌えるわけではなくて、ちゃんと定義があるんですね。こういう表記するための定義があって、それがいわゆる麹室って言われてる木でできた麹を作る空間っていうのがあって、そこで木箱と言われてる、麹箱と言われてるものを使うということが2つ目なんですけど、3つ目が大事で、自然換気であることっていうことが文言としてあるんですね。自然換気、はい、これどういうことかというと、要は今って便利な機械って言ったらあれですけど、機械的な熱源ってあるじゃないですか。例えばヒーターだったりとか加湿器、除湿器、例えば冷房、クーラーだったりとかっていうものを一切使わずに、麹が発酵する、その発酵熱によって発酵を促していくというやり方なんですね。でこれがものすごく大変でこれをやっぱりシーズン通して続けていくっていうことが、自分たちにとっては一番、気を使う作業です。うちの蔵がですね、有限会社中田醸造が創業が明治21年で、西暦でいくら1888年ですけど、昨年で130周年を迎えまして、今年が131年になって、で、こちらレンガ蔵だったりとか、この地作りの方の蔵が、創業当時からある蔵でして、だからこういう木の梁とかにすべて、要は例えば黒ずんだところとかも、あれは要は麹菌の、黒麹菌の、微生物が木の中に生息しているんです。本当だ、すごい真っ黒ですね。これはもう130年という、年月が生んだ微生物の営みなので、要は大量生産したいから新しい工場を作っちゃおうって言っても同じ味ができるわけじゃないっていうのは、そういったところにあるのかなと思います。うちの一番の特徴である、麹作りっていうのを、普通だったら結構大きい機械があって、そういうところでされることが多いんですけど、そちらはこういう石でできた麹室でやってまして、これも創業当時からあるものなんですけど、それはちょっと面白かったです。ありがとうございます。日本酒の麹室ってだいたい木でできてたりするじゃないですか、はい、石でできてると何か理由があるんですかね。昔ね、それこそ江戸時代、明治っていうところで、カジキの方、隣町が石が有名だったみたい で昔は要はその木でできる、木をそんなにこうたくさん使えなかったから、その石で囲んで、で木の中にもみ殻を入れて、要は石と木の間にもみ殻を入れて断熱効果を促したらしいですね。そういうことなんですね、はい、へえ、すごい。例えばこういうね、こういうのも全然手が汚れないんで、今もう菌がこういう木の中に本当に住み着いてる。はい、よし。ちょっとサウナみたいな感じで、はい、すごい曇っちゃうかもしれないですけど。おー、本当だ。うわ、すごい。うわ、曇ってきた。暑いですね。暑さも
要は麹菌の発酵熱なんですよ。あ、これは暖房が入ってるわけではなくて、はい、だからこれ今夏場だからこんな感じですけど、冬場だったらちょっとねしゃがんでいただいてもいいですか。ちょっと下涼しいの分かります。あのあ、本当だ本当だ本当だ、涼しい涼しいんですよ。で上こう手上げてもらうと上は熱いんですよ。熱い、本当だ。熱いですよね、全然違うんですよ。でこれじゃどういうことかって言ったら、要はこの、 あの棚の上に麹がこう乗ってるんですね、はいはい、つまりこの棚の上に麹が乗ってるから、ここから上は麹の熱で熱くなってる。ここからしたら麹がないので涼しいと。はあ、だからもう自然のサウナみたいな。すごい感じ。こんなに暑いんですね。何度ぐらいですかね今。これ今38度で、で湿度がやっぱり高くて大体もう 80% からあるので。すごい、これもうすでにここに今こう麹があるんですね。え、これは何、あ、はははは、ちょっと、ああちょっと不幸これは今何麹、黒麹、白麹。これ白麹です。これは白麹なんですか。はい、やっぱ白いんですね。作ってる白麹ですね。黒麹も実はこのタイミングはまだ白いんですよ。最後の最後、例えば今日の夜中とかに真っ黒になっていくので、途中段階までは白麹だか黒麹なのかって分かりにくいんですけど、実際白麹菌と黒麹菌って、まあ、僕たちの世界で言うと、まあ、仲悪いというか、はい、黒麹の方がちょっと菌として強くて、白麹の方がちょっと繊細だっていうことを言われてるんですね。だから例えば出来上がった焼酎とかは、まあ、例えば出来上がる途中のもろみとかもそうなんですけど、まあ、介護ってかき混ぜるボードとかあるんですけど、白麹と黒麹は別にしなきゃいけないんですよ。でも白麹行った後に黒麹行くのは OK なんですけど、黒麹行った後白麹行くのはダメなんですよね。っていう風に、まあ、僕たちはこうちょっと差別化をしていて、まあ、だから白麹と黒麹をちょっと一緒に仕込めないっていうことで、最初のシーズンは白麹仕込んで、で最後のシーズンになってから黒麹を仕込むっていうような。最後のシーズンっていうのは、まあ、シーズンの後半でっていう。後半 で, です、ね、ああそういうことなんですね。でその、まあ、終了っていう感じにするので、だから白やって黒やって黒やって白やってっていうことはなかなかちょっとしにくい。ああそういうことですね。じゃあ今はもう全部白。そうですね、今シーズン。そういうことなんですね。うちで言ったら11月の下旬から、まあ、12月の初旬ぐらいまでが黒麹をするから。そういうことなんですね。はい、こちらは何でしょうか。そうですね、これがあのいわゆる麹作りの後に出てくる、うん、まあ、一時もろみっていうあの場所でして、うちは全部創業以来の亀を使ってるんですね。で、まあ、もちろんステンタンで育ててもいいんですけど、やっぱり亀で育てることによって、この和亀っていうのが、これもう江戸時代の後期から明治時代の初期に作られてるって言われてるんですけど、これがやっぱりね、亀が特急してるというか、この呼吸をすることによって、やっぱりこういうもろみと言われているものがやっぱり自然に育つというか、ゆっくりじわじわ育つんですよ。あれでしょうね、蓋もしないでこんな開けっ広げでいいんですか、これこれね、よく言われるんですけど、開けっ広げでいいんですよ。へえ。これはすごいやっぱり先人の知恵なんですけど、さっき言ったね、麹、いわゆる日本酒とか、まあ、醤油、味噌で使われている麹っていうのは基本乳酸発酵なので、あんまり酸っていうのはそんなに出ないんですけど、黒麹とか白麹っていうのはクエン酸を、まあ、生成するって言われていて、要は見た目は本当お米みたいな感じなのに、食べとらレモンみたいな酸っぱさがあるんです。で昔の人たちっていうのは、薩摩の人たちも実は気候で仕込んでたんだけど、鹿児島ってやっぱり結構湿度があってジメジメしてるじゃないですか。で、降雨量も多いしってなると、やっぱり雑菌とかカビがちょっと生えやすいっていう地域ですよね。ってなってくると、気候だったらその雑菌に負けちゃって汚染されちゃうんですよ。ってなった時に、さっき言った黒麹、白麹っていうのはクエン酸っていう、要は今だったらクエン酸って聞いたらなんとなく抗菌作用があるとか、なんか洗剤に使われたりとかするじゃないですか。多分昔の人たちって本当に感覚で、酸っぱい、酸っぱいのがどうやらいいんじゃないかっていうことで使ってみたら、そうやってその外敵をその排除するという役割を持っているので、こうやって開けっぴろげにしていても全く腐らないし、その酸っぱさ、酸で、コーティングしているというか。へこれ今白麹。これ白麹です。あ、さっき見ていただいた麹に、まあ、水と、まあ、酵母を入れて、酵母っていうのが要はアルコール発酵するんです、はい、だからじゃあ麹菌の役割って何かって言ったら、簡単に言ったら酵母が食べるための餌なんですよ。だから一昔前まではその麹菌っていうのをあんまりこだわりなく作ってた方がいらっしゃって、これはどういうことかって言ったら、例えば家畜、例えば牛とか豚とか鳥にしても、
昔はね、もう残飯でも何でもいいから食べさせて体がでかくなればいいんだよっていう時代って必ずあったんですよ、うん、そういう人たちというか。だけど今っていいお肉を作りたかったらいい環境といい餌をやっぱり与えなきゃいけないよねっていうのとして、僕らもいいお酒を作りたかったらいい麹が必要だと思う。なるほど、必然なんですよ、うん、そういう時代に入ってきたから。そうなんですね。で、これやっぱり冷やすのもさっき言ったなんか地下120メートルから、うん、まあ、うちは水を汲んでるんですよね。霧島三県の伏流水を汲んでるんですけど、はい、その水が年間通して大体20度から22度って結構ひんやりしてる水なので、なるほど、その水を利用して、まあ、冷やしたりとか、うんうんうん、やっぱり今ある資源を利用して、うんうん、温めたり冷やしたりとかするっていうのが、うんうん、まあ、自分たちの中ではさっき言った自然環境でほっといてるわけではないよっていうのはそれで、これはあれですか、この白と赤のホースの中を水を通して冷やしてるんですね。そうですね。そうです。ああ、そうなんだ。青から入って赤から出ていくみたいな感じ。あ、そういうことなんだ。実はいよいよ、まあ、本当に芋焼酎の芋が入ってきたところです、うん、ああ、まだあのさっきの酒母には芋は入ってない。そうです。だから、うん、この酒母の段階では実はまだ、はい、芋焼酎でもなければ、うん、米焼酎、麦焼酎でも何でもなくて、うん、元の段階なんですね。一時もろみですね、焼酎でね。お出汁みたいな感じで。ああ、なるほど。まだ今から何にでもなれるよっていう状態で。はいはい。うんうんうん。あ、じゃあ米入れたら米焼酎になるし。そうですね。麦入れたら麦焼酎。そうなんだ。それがついにこっちに。そしたらさつまいもが入って。あ、これ一時もろみにさつまいもが入ったら状態。はい、入ったらいわゆるこれまあ二次もろみといって。はい。ブクブクいってますね。そうです。これがいわゆる発酵で。あ、そっか。さっきのはまだ発酵してないんだ。発酵してるんですけ けど、ね、人間の体で言ったらまだ小学生中学生ぐらいなんですよ。でさつまいもがドーンって入ってきたら、うん、要は小学生の子供に高校生ぐらいのご飯をドーンって入ったら大きくなるって言ってもまだなかなか食べれない、はい、だからカメの時点で、主語の時点でじわ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 体を大きくしてあげて、はい、育ってきたよってなったら芋を入れてどうぞいっぱい食べてくださいって言って、まあ今酵母がさつまいもを食べてアルコール発酵してるという。へえ、あ、すごい動いてる。へえ、すごい。もっと時間が経ってくると本当にびっくりするぐらい、うん、あのもう桜島がのマグマが飛び跳ねてるぐらいでへえ、すごい。それがね、初めて見た。本当に芋焼酎の面白さかなと思って、ダイナミックなところが。で、本来だから昔はこういう風に常温で暑い中で作られたっていう、暑いからガンガン発酵も進むっていう。だからもう気候にやっぱり寄り添ったお酒なんですよ。なるほどね。暑いっていうことが逆にポジティブになってるというか。なるほど、なるほど、なるほどね。菌を育てやすかったり、湧き上がるように対流してきて、すごいですね。もう普通のエアコンというか、例えば30度って設定したら、うん、30度を超えたら例えば冷房が入って除湿機が入ってとか、うん、30度を下回ったら例えば暖房が入って加湿器が入ってみたいな自動制御 の機械っていうのは今あるじゃないですか、うん、でそのやっぱり精度も今上がってるので僕はそれを別に否定するつもりはないんですけど、うん、でもじゃあ例えばうちが創業で今年131年なんですけど、うん、じゃあ131年前にそんな便利な機械あったのかなと思ったらないわけですよね、うん、むしろ酵母だったり麹菌にしてももっと今より多分野生的なわけですよね。でもその時からできたってことは、うん、やっぱりその時のやっぱり知恵だったりとか工夫だったり、うん、そういった人の技術っていうものが大きく作用したのかなと思うと、自分たちもやっぱり改めてそこに挑戦したいなっていう志を持って、うん、あえてもうそういう機械的な熱源は入れないっていうふうに決めて、うん、さっき見ていただいた虹もろみっていう、虹もろみが、はい、ちょっとコーンポタージュみたいなやつが、うんうん、まあ、発酵を終えて、うん、でそれをですね、発酵を終えたものをこの蒸留機に約半分ぐらい、あ、この竹で巻いてる蒸留器に半分ぐらい入れる、はい、で、半分ぐらい入れて一番下から蒸気をこう吹き込むんですよ。あ、はいはい、昔はちなみに下から火を焚いたんです。だから焼酎って焼くって言う、焼く、あ、本当ですね、はい、あれは実はそういうところが起源であって、今はまあいろんな安全面とかも考えて蒸気になってるんですけど、蒸気を入れると大体40分ぐらいしたらこう沸騰し始めるんですよ。あ、で、蒸留の原理って何かって言ったら、要は水の沸点は100度なんだけど、アルコールの沸点は約80度、まあ厳密に言うと78度ぐらい、だから一緒にしたものを下からこう一緒に沸騰させてあげると、先にこう、まあ、言うと湯気になるのは、揮発するのはアルコールでも、まあ
そのアルコールが湯気になったものをさらにもう一回冷やして、はい、液体に戻してあげたものが、まあ、焼酎あっていうことですね。だから今これ蒸気今湯気に立てると湯気がこう上に上がるんですよ、はい、で上に上がると右にこう流れるんですよ。ありますね。右に曲がったものがあそこからこう下に下に行って、あこの、うん、矢印で言うとあそこが下になるんですね、はい、はいはいはい。で下になってちょっと足かけてもらっていいですか。はい、おあなるほど、ね、本当だ。この管の中も湯が通るんですよ。なるほど。だから今こうお湯が出たと 見てるんですけど、うん、お湯なんですけどお湯じゃなくて、うんうん、本当は冷却水なんですよ。だからあの熱交換のゲームであの水がお湯になる代わりに、うんうん、湯気が液体になるんですよ。なるほどなるほど、このパイプの中がぐるぐる回ってるわけですね。だからこのパイプの3段目ぐらいでようやく蒸気がこう液体になって、でぐるぐるいくうちにそれが大体80度ぐらいから始まって70度、60度、50度、40度、30度ってなってここから焼酎が垂れてる。あまあ今まさにおお、これが、はい、出来たての焼酎。今まさに焼酎がこう生まれてる瞬間っていうか。はあ、すごい、はい、で、できたのがこういって次はこっちに行って、はい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 、おどこに行くんだ。おおわ、すごい、あいい匂い、香りが。そうですね。なんだろう、この独特のちょっと漬物のような。そうですね。はあ、すごい。やっぱりちょっと乳酸発酵というか、はい、あの発酵してる過程の中で生まれてくる香りですね。すごい貴重、これこんな匂いするんだ。これちなみに、うん、油って言ってよくちょっと見ていただいたら分かるんですけど、はい、表面に、うん、あの油膜みたいなのが張ってるんですよね。でこの油成分っていうものが、うん、要は良くも悪くも作用するんですけど、いい部分っていうのはやっぱり甘みとか旨味につながるんですけど、うんうんうん、悪い部分っていうのがさっき言ったその漬物臭みたいなのがより広くなるとちょっと臭くなるというか、うん、あー分かりますね。ありますよね。すごい本当に油だ、はい、こういうのを手で、うん、目視で確認して、あのこういう風に手つきで、へー、こういうのをこう永遠繰り返して、うんうん、だから僕は最初にこう料理のアク取りと一緒って言ったんですけど、うんうんうん、まあ、そういうところで、でも大量生産になってくるとどうしても全部をフィルターろ過をかけてしまったりとかするので、そうしてしまうとどうしても味わいがある種ちょっと平べったかったりとか、僕らはその味わいのふくよかな部分とかあのボリューミーな部分っていうのを出したいので、悪い部分はしっかり取るけど、うん、残すよと。なるほどね。これで今アルコール度数何度ぐらいなんですか。度数がだいたい38度ぐらいです。あ、高いですね。でも鼻垂れって言って最初に出てくるやつはだいたい70度ぐらい、うん、はぁ、へぇ、それは火がついちゃうレベルなので、へぇ、基本的には火気厳禁っていう。すごい、はい、はどうですか。納得の味です。でも本当にこれは美味しいですね。これ白麹で仕込んだ。そうですね。中村。中村にあります。ああね。まろやかでやっぱり味わい深くてボリューミーで。うんうん。へえ、いいですね。けどちょっと透明感があるというか。へえ。今もうそれ手作りでやって自然環境でやってるオクラさんって本当に少なくなっていて、もう文化としてなくなるんじゃないかっていう危機感が僕の中にはあって、それを継承したいなっていう。だからポコッと出てくるシャリもいいけど、やっぱなんか職人さんが握るシャリもいいじゃないですか。お客さんと対話しながら顔色見ながらその時々のネタに合わせながら、例えばお酢の量を変えたりとか、例えば握れる、ね、強さを変えたりとか、そういうこうなんだろうな、機微というか、うん、ちっちゃい変化だったりとかをきちんとつけていけるような麹を作れたら、うん、もっとより柔らかくて甘みがあって美味しくてっていう焼酎ができるんじゃないかなっていうのが自分の中の
まあ、一つの理想であり、まあ、信念というかそれを日々追い求めながらお焼酎作りをしていくっていうことが、まあ、自分にとってはこう、まあ、先人たちへのいわゆる尊敬への尊敬を形にしていくっていうことなのかなというか。